朝野拓馬は、三重県三重郡小物町出身のサッカー選手。ドイツ分でスリーガ VFL ーフム所属。日本代表。ポジションはフォワード。七人兄弟の三男。男の子六人に、末っ子が女である。拓馬とは十七歳年下。兄弟の影響で幼い頃から、自身もサッカーを始めた。小学生時代は、ベルナ SC。 中学生時代は小物調律八風中学校でプレーした。ちなみに2チームとも県外遠征をすることは、あれども当時は全国的には無名のチームだった。高校進学時は家庭の経済環境を考えた上でサッカーをしようと考えていたが、中学サッカー部の顧問や担任が両親を熱心に説得したことから地元サッカーの名門三重県立四日市、 中央工業高等学校へ進学することとなった。進学した四中高では同期に田村翔太が織ともに活躍した。浅野は1年から A チームに絡み2年生からレギュラーを獲得し、高校選手権では3年連続で出場を果たし、特に第90回大会では史上4人目となる初戦から決勝まで全試合得点を挙げ大会得点王となった。 第90回及び第91回大会優秀選手及び高校選抜にも選ばれ高校卒業の際には横浜 F マリノスやサンフレッチェ広島含め複数クラブから獲得オファーが届いた2013年サンフレッチェ広島とプロ契約を結んだ同期入団に僕とリュチン、野津田武人、金定釈がいた 2015年4月18日の FC 東京戦でリーグ戦初ゴールを挙げる。また、リーグ戦ではスーパーサブに定着して、全8得点は途中出場での得点となった。12月5日、チャンピオンシップの決勝ではガンバ大阪と対戦し、第2戦で佐藤久人に代わって途中出場をして、貴重な得点を挙げた。この活躍が評価され、浅野は、 J リーグアウォーズ2015においてベストヤングプレイヤー賞を受賞した。2016シーズンにより背番号が10に変更された。3月16日、AFC チャンピオンズリーグ第3節のブリーラム、ユナイテッド FC で2得点を決めてグループリーグ初勝利に貢献した。3月20日の大宮アルディージャ戦で先発出場したため、浅野の連続試合途中出場記録が 歴代最長の33試合でストップした。7月18日、移籍前最終戦となった、セカンドステージ第4節の横浜 F マリノス戦では、フル出場し、広島を後にした。2016年7月3日、プレミアリーグアーセナル FC への完全移籍が発表されたが、労働許可が降りず、八月十六日に、ブンデスリーガ二部のシュトゥットガルトへ一年間の、 期限付き移籍することが発表された。9月8日、リーグ戦の1、FC ハイデンハイム戦で途中出場をして、移籍後初出場を果たした。9月20日、第6節のブラウンシュバイク戦で、初アシストを記録。10月30日、第11節の山田王樹が所属している、カールスルーエ SC 戦で移籍後初得点を決めた。2017年4月9日、 カールスルーエ SC ーとのダービーマッチでは移籍後初の1試合2得点を決めて勝利に貢献した。2017年6月22日、シュトットガルトに残留することが発表された。8月19日、開幕戦のヘルタ・ベルリン戦で、ブンデス一部デビューを飾った。11月25日、第13節のハノーファー96戦で、 今季初得点と共にブンデス一部初得点を決めた。しかし、シーズン通して負傷に悩まされ、2018年1月の監督交代を機に出場機会も減少。2017から18シーズンは15試合1ゴールに終わり、5月14日にレンタル契約終了が発表された。2018年5月23日、 ハノーファー96への1年間のレンタル遺跡が発表された。8月25日、開幕戦のベルダーブレーメン戦で先発出場し、以後9試合で先発、4試合で途中出場した。しかし、チームは低迷し、二部降格の危機に瀕することになり、その結果契約問題が浮上。契約は出場試合数が、 基準に達した場合の買い取り義務があったが、あと2試合で買い取りという段階で、マルティン・キント会長は、朝野の起用禁止を指示した。会長の介入があった2019年4月時点で、ハノーオファーの二部降格は目前に迫っており、朝野の完全移籍移行を進めていたホルスト・ヘルト、SD は、この報道の翌週に解任され、二部降格も決定。結局浅野は買い叩かれる形で、 ハノーファーを追われることになった。2019年8月1日、セルビアリーグのパルチザンベオグラードと3年契約を締結したことが発表された。8月9日、UEFA ヨーロッパリーグ予選3回戦の家にマラティアスポルセンで移籍後初ゴールを決めた。2020年5月30日、第27節でリーグ最下位初戦のムラドストルチャニ戦では1得点。 1>, 1アシストの活躍を見せた。2020年8月9日、第3節の FK ヤボルイバに左アで2試合連続ゴールを決めて勝利に貢献した。8月22日、第5節の FK インジア戦では自身初のハットトリックを決めて勝利に貢献した。2021年3月20日、 第20説の FK バチュカバチュカパランカ戦では2試合連続ゴールを決めて得点ランキング2位に浮上した。2021年5月2日、自身の SNS にて給与の未払い等の理由でパルチザンとの契約解除を発表した。今季はチーム最大の得点源として活躍し、セルビアリーグ得点ランキング2位の18ゴールを 上げるなど、計40試合で21得点の活躍だったが、双方にとって残念な結果となった。しかし、同日パルチザンが、浅野が自主的に対談したとして、FIFA に浅野を提訴することを発表した。2021年6月22日、VFL ーフムと3年契約を締結したことが発表された。2016年、AFC、 U-23 選手権2016に U-23 日本代表として参加、決勝の U-23 韓国戦では後半から投入され、2得点を挙げて U-23 日本代表の逆転勝利の立役者の一人となった。同年6月3日に行われたキリンカップサッカー2016ブルガリア戦で後半14分に途中出場し、 後半42分に自身で得た PK を決め、A 代表初ゴールを挙げた。6月7日のボスニア・ヘルツェゴビナ戦では、代表初先発で起用された。同年7月1日、リオデジャネイロオリンピックの18人のメンバーに選出された。初戦の U-23 ナイジェリア代表戦と、第2戦の U-23 コロンビア代表戦では、得点を挙げ、 第3戦の U-23 スウェーデン代表戦にも出場したがチームはグループリーグ敗退となった。2015年7月23日に浅野は東アジアカップ2015に出場する日本代表メンバーに初選出された。8月2日の北朝鮮戦で代表初出場を果たした。2016年9月1日に行われた W 杯アジア3次予選1戦目。 UAE 戦では、後半から出場したが、ゴールラインを割ったように見えたシュートがゴールと認められず、幻のゴールとなった。同月6日に行われた第2戦目の対戦では、A 代表初スタメンで出場し、後半30分に得点も上げた。2017年8月31日、オーストラリア戦では、右 WG として先発に抜擢されると、 長友優斗からのクロスに合わせ貴重な先制点を挙げ、2から0での勝利とともに6大会連続 W 杯出場に貢献した。しかし、本大会のメンバーからは、外れ、予備登録メンバーとして、本大会に同行した。2018年12月、AFC アジアカップ2019に出場する。 日本代表メンバーに選出されるも、左内転筋の肉離れにより出場事態となった。2019年10月15日、タジキスタン戦では、後半から途中出場して2年ぶりのゴールを決めた。2021年5月20日、無所属ながら6月に行われる、国際親善試合の日本代表メンバーとして選出された。ユース経歴プロ経歴その他の公式戦。 ありがとうございます。